近い。今日はトロールコースト一発マリオやっていくよ。始まり方キモすぎやろ。どうもピアキングです。今日のトロールコースターはですね、スワッキーディーズディストピアンドリームということで、かっこいいディストピアな夢ということでしょうか。でみんな見てほしいんだけど、サムネの左上白旗が立ってるでしょ。これ僕最近したんだよね。でそのやった時さ、友達と飲んでてマジで記憶がないのよ。だから全く覚えてないから、一応初見っていうことになるのかな。なんだその言い訳は。でも本当に覚えてなくってやばくない、そこまで飲むってさ。まあまあ、それじゃあやっていきますか。クリア率は 1.00%。 まあやってったら思い出すかもしれない。そしてこれトロールコースかもわかんないんだよね。まあ制作者さんがトロールコース制作者さんだから間違いないと思うんだけど、なんだ、え、このブンブン倒すだけみたいな、え、これ本当トロールコースなの。開幕調査かな。間違いない、開始早々あんなことしてくれるんだったらトロールコースで間違いないよ。で僕思い出したわ、この調査かなに引っかかって調査かなって言ってやめた気がする。確かそれで飲み直したんだよね。じゃあこの記録は取ったらいけないのか。騒ぐな、今日はもう騒がないでこのコースクリアしていくよ。であの記録は取ったらいけないっていうことは、なんか右にリンクが出てきたね。じゃあこのリンクを取れってことか。次パックンどっちが出てくる。パックンの次はリンクで合ってるんでしょ。オッケーオッケー。そしてこのブロックを壊していけっていうことなんかな。なんかツタが出てきたけど、あのツタの意味は。でこの音符は、え、左上もいけんの。うわ、どっちが正解なんだろう。一旦上行ってみようか。もうこっち行ける方に行っておこう。そしてこれはなんだ。邪魔っすね、あのキノコ。え、この上は、え、この上もいけんの。え、ルート何個もあるみたいな。PGR じゃねえんだよ。そこは P1K って書いとけ。なぜやられた。じゃあこのブロックを壊して土管の方入ってってみようか。なんか雰囲気がいい感じのトロールコースだよな。そしてここはキノコを取るなんて書いてる。作り方が綺麗な気がしない、このコースってさ。じゃあここでカロンのゴロ吐いてパックを倒す。左下のパウか、それとも右下のあのプラパの方に行けばいいのか。このパウだ、間違いない。ウルトラミラティカル11シュート。今なんでだ、大事なところで噛むな。なんか最近さ、必殺技スーパーミラクルローリングスタンダーとか言うじゃん。少し恥ずかしくなってきたね。今更恥ずかしくなってきたね。あれゲームしながら言う言葉じゃないよ。ちょっと待って、キノコ様。だいたい普通の人がゲームするテンションじゃないのよ僕は。ここなんか来るんだろ、分かってんだ。何も来るな、この線を越えたら何が来るとか、そういうことなんじゃないのか。今チャって言ったな。もう任せたまえ、ここでチャが来るから避けておく。そしてあそこのキノコは絶対必須になると思うんだよな。あのキノコを取っていけということかい。そういうことだね。ガリックちゃん、僕もたまにはですね、落ち着いた感じの実況でゆっくり語彙力たっぷりでやっていきたいんですよ。それがなんだ、ガルクチャーとか、そういうわけわかんない言葉ばっかり覚えてさ。絶叫だけなんかレパートリーが多くなってきてるじゃねえか。ここは左上怪しすぎる。行っていいのか。いや、実況者として行きたい気持ちと先に進みたい気持ちがある。一旦行ってみるか。何もないのね、ここ。何何、魚が出てくるだけか。そしてこのキノコ右に行くのか。右に行くと見た、左かー。よしよし、間に合っちまった。そして次はスネア。みんなここだけの裏事情を話すわ。動画を投稿するとその動画で何人チャンネル登録をしてくれたのかが分かるのよ僕たちって。その動画が僕が壊れてれば壊れるほどチャンネル登録者数がめっちゃ増えてるわけよ。何を求めてんだみんな。じゃあ僕もっと壊れるよ。じゃあ行こうか、スネアキミラキ。ここはすぐ左に渡れないかい。違う、今のはチャンネル登録者数減るやつ。ちょっと気をついたわ。あれは頭おかしいっていうよりちょっとキモい部類に入るかもしんない。中間ポイント見えたな、素直に取らせてくれんのか。10個位の方生かされるとかそういうわけじゃないのか。ゆっくり行こうか、何も来るなよ。え、こっから先かリンク持ってこいって書いてるけど、この土管に行けっていうことなんかな。そしてリンクを持ってきて戻ってこいみたいな、あそこでリンクを手に入れろっていう感じか。バレー、そういうことをするんだねバネて。今までそういうことしかされてきてないけど、なら僕はあなたを利用するまでさ、ぼやーん。そしてここでリンクを取っていく。いやー、石尾よし。
ならどうすればいいんだい。ここは一旦左に行って右に逃げてみようか。そしたら右にたくさん剣が降ってきたね。じゃあもうやり直し聞く、やり直しは聞かせてほしいな。なんか無理っぽいな、もう変わってくるか。でも僕は一旦行ってみるよ。頼む、やり直しは聞かないのか。来たれ、唾飛ばすな。全ての鍵が揃った。マスターソードだけにマスターキーなんつって全然やかんない。ごめん、何か振り返り面白いことを言おうとしたらこんなわけわかんないことになっちゃった。ちょっと向こう行け、もうちょっと向こう行ってくれ。ここはオンオフをして鍵をゲットしてこの洞窟に入る。いや、鍵を取ってオンオフしてだな。順番ちょっと間違えた。ここは何もしないでいい。そしてここはメットをかぶる。いや、かぶる、成敗されたでござる。この上に隠しブロックがあったよな。じゃあこの辺は、あ、この辺はないのか。もしかしてかぶっていったらダメっていうこともあるかもしれないから、一旦このブロックを叩いておく。敵は出ないか。じゃあやっぱりかぶる必要がある。そしてこのブロックを壊して、この四角の枠はなんだ、隠しブロックか。オッケーオッケー。そしてこの上も、やっぱこの上にもあるんだ。待ってんだよな。でも上が正解と見せかけて、これは心理戦だ。下が正解、そういうことだろ。他に入れませんね。そういや最近さ、動画のオープニング、まあ始まり方っていうのかな、はいどうもピョキングって言ってないと思うんだけど、これヒラリ君行かない方がいいに決まってんだろ。こんなところ行っても絶対やられる。たくさんだから下に行こうじゃないか。さあここは何が出るんだい。あ、何もないの。え、絶対やられると思ったんだけど、意外と何をしてこない優しい方なんだね。そしてここはリンクを取ってすぐ右に逃げる。マスタークラウン、ごめん、さっきどこまで話してたっけ。はいどうもピョキ、あ、思い出した思い出した、オープニングで、はいどうもピョキングですっていう始まり方をやめようかなと思うんですよ。最近違うと思うんだけど、僕ってさ、動画内じゃ結構騒がしいじゃん。だからオープニングぐらいは静かに行きたいんですよ。まあそれが僕の好みっていうか。なるほどね、あなたが言ったのね、バックフラワー。あなた倒れてしまい、パクラなんか右にも来たぞ。その前に下ろしてくんないかな。そしてこのパックを倒す。いや、これいけるよ。ちょっとどっか行ってなんかかわいそうだけど向こう行ってこれは縦で弾き返してすぐドアに入る。これでいけるだろ。さあドアに入れ。隙間から入れるだろそれは。じゃあここで剣を取るからのすぐ扉に入っていけばいいのか。まあまあこれですぐチェックポイントがあると思ったけどないのか。え、これ下って、何下って。え、ここで下押してたらなんかあるの。一旦このハテナ叩いていい。え、何、どうすればいいかマジでわかんない。え、フラワーって何よ。フラワーってなんかやられにくくなっただけじゃねえかまあとりあえず戻ってみようか。ここら辺で下押しっぱって書いてなかった。いや、どういうことなんだろうね。オンオフしてここで下押しっぱかな。下の2つのブロックか。あのブロック壊してみようか。これを壊したら何かあるみたいな。いや、これ壊したところで何も状況変わるとは思えないんだよなやっぱり変わんないでしょ。ここになんかあるみたい。え、今なんか出てきたけど、あれ何、あのクッパクラの意味なんだろうね。うわ、わかんねえ、ここどうやって行くんだろう。ちょっともう一回ヒント見てくるわ。なんなんその顔は。あ、わかったかしら、これもしかしてさなるほどね、しゃがんで取れっていうことだったのか。そんなのわかるか。分かっちまえばこっちのモンスター、ここでしゃがんで取っておく。そしたら跳ね返すんだろう。そしてオンオフをしない状態で扉に入れば何か変わってる。さあ来ました、ここでチェックポイント2の場所があるんじゃないのか。どこだ、チェックポイント2は。上から何が降ってきてんだ。僕は何もしないよ、絶対来るなよ。これくっくっくるなっつってんだろ。うまい、めちゃめちゃ感心するわ今のは。これ左でよかったんかな。いや、だって無理だよね、そこにおったら。だからここで、ああ、あの P スイッチがなくなってもこれ恋にな、何よ。いや、ちょっとそっち行くなって。そうそうそう、握ってくれ。そっか、なんでこんなところに隠しブロックがあるの。でもありがとうよ。そしてここは上に行けばいいのかい、それともドアなのかい。僕は上に行こうか。あのドアが絶対正解だと思うけどね。もうこのマリオカートの音楽は大体まずいやつなんだ。死にたい9回、これは。あ、でもこれもう一回戻れるんじゃない。あ、ほらほらほら、うわ、どっち。いや、これ戻れないのか。え、どっち、なんで戻してくれんだよまあこっち行くや。めちゃめちゃこっち気になるもんね。だからここで右ダッシュからの、あー、わかった、あのバネがあるからここでジャンプしなきゃいけないんだ。ここでちょっとジャンプして、ここで右上なんかこっち正解っぽくない。すごい正解っぽいんだけど、あのコインの場所まで行ったらなんかあるんかな。いや、もうめんどくさいことさせんなってどうせ行けるんだからさ、時間かければ。いや、もうやめてよ、もうないでしょ、もうボメヘはないよね。
なんでハードもうそこまでは設置しなくていいよ。もうないよな、次こそないよな。オッケーオッケー。そしてあのコインまで行ったら何かあるの？ゴールがあると僕は期待してるよ。頼む、そこにゴールがあるんでしょ。なんなんだこれは。何の時間だったんだ。絶対ゴールかなんかだと思ったんだけど、確かゴールってね、一番右端から7マス目しか設置できないらしいから、まあゴールじゃないとは思ってました。じゃあここに行こうか。もう上もすげえ気になるな。上行ってみる。じゃあこっちへ。もういいんだって。花火だっていいんだって。あれ、これ最初ではないよな。うわ、どうしようか。オンオフをしてあのチョロプーを倒せば。え、マジで全然意味わかんない。どういうことこれ。あ、左にもオンオフがあるのね。そしてどんどんオンオフしてチョロプーを倒せばいつか鍵が手に入るっていうことなの。なんだそれ。あ、チェックポイントからなんだ。チェックポイント取ったの全然気づかなかったね。じゃあここでチョロプーを何体倒せばよかったっけ。 1,2 次ぐらいかな。3体目でピースイッチが鳴る。あ、これで鳴るのか。そして鍵が手に入りました。さあ鍵ドアに入っていきましょう。もうゴール近いんじゃない。なんかゴールっぽい演出だよね。そしてここで左の土管しか無理か。隠しブロックとかあったんかな。上もうちょっと調べればよかったかな。あるかないか。あのオンオフを再開しろっていう感じね。これ僕どうやってやられればいいの。どうせテレサなんでしょ。あっけー。じゃあここで1からの2、そして3、これで何か、あー、そっちに出てくるっていうか、ね、もう頭おかしくなってきた。元からだけど、じゃああのメット頑張ってかぶれないかな。カポーメジンを投げるな。そしてこの上に行けばいけないね。ああ、右に行けばいいのか。こっちの土管が正解っていうことなんだね。結構長いね、このコース。そしてここで、あ、砂あが出てしまった。いや、メット被ってるもんと思ってたからさ。じゃあここ叩けっていうことか。一旦このチョロプーを避けておく。うますぎる。見た、今の、今のチョロプーを踏んだと思わせておいて踏まないでいけたみたいな。これはバブルだろ。分かってる。あ、コインなんだね。じゃあここはこのリンクを取って指で投げていいの。いや、ちょっと待って、勝手に動くな、勝手に動くな。ここでな、あ、なんで今弓を投げたと思ったら僕はジャンプしちゃった。誰か助けて。そういや、コメントでよく来るんだけど、ピョーキングさんってめっちゃ発狂してますけど近所から苦情来ないんですかみたいな。いや、マジで全然来ないね。多分聞こえてないと思う。聞こえてたら今の誰か助けてっていう声で絶対誰か来ると思う。危ないね、聞こえたらさ、僕の実況は。降ろさしてよ。どっか行けってよし。いや、今降りたじゃん。もう一回降ろさして、俺弓を放ちたいんだって。オッケーオッケーオッケー。どっか行ってろお前め。じゃあここで弓を放っていく。あ、これ届かない、もしかして。わ、届かんね。あ、わかったわかった。ここでジャンプしてこの弓を放てばいいんだ。いや、ちょっとしたテクニックを持ってこさせやがって。結構難しかったぞ今のは。じゃあここで、うわ、もうゴールあるじゃねえか。デカキノコ待っておけばいいみたいな。だから待っておく。絶対どっかに降ってくるんだよ。うわ、来ないっぽいな。下のドアも入れないし、上の土管に行くしかないのか。うわ、あんなにゴールが目の前でちらつかせられたらさ、今ちょっと噛んだけど、もうゴールしたくなるよね。これは上は上行けないね。じゃあデカキノコを取ってくる必要がある。あのオーフか、オーフを一旦してみる。あ、いや、これは悔しいな。目の前にゴールがあるのにまだできないっていうもどかしさね。じゃあここは一旦一番右に行ってオンオフしないでいいっていうことじゃなかった。だからあのコインの場所まで行ってすぐ左。オッケーオッケー、危ねえ。右左からのジャンプでいい。あのクリボーはすぐに避けよう。ジャンプして倒してこの上に行く。お、もうこれでゴールできるんじゃない。危ねえ。この風に引っ掛けようったってそうはいかねえんだよ。さあ土管に戻っていく。これでもうゴールできるんじゃない。そうでしょ。なんだよこのお題はさ。じゃあこの下の扉に行けってことだよね。今めちゃめちゃ焦らすねこの制作者。まだあんの、めちゃめちゃ長くない今日。2回じゃねえんだよ。知らねえよ2回なんか。わかるかそんなの。いや、まあでもこれで実はゴールできるみたい。もう全てのゴール条件は揃ったね。ここで土管に入っていく。そしてわざわざデカキノコを取りに行く必要なんてない。何だったんだあの時間は。無駄なことさせんな。これでゴールができるんだよ。やった。
いや、あの魚には引っかかりたい気持ちもありました、実況者としてでも引っかからなくてよかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオブロス検定ということで、このコースね、ツイッターで教えてもらったんだけど、ただハンマーブロスを避けるだけのコースっぽいんだよね。ただそれだけなのに、このクリア率、いかにハンマーブロスが強敵かということが分かりますね。そしてブロス検定って書いてるから、このコースをクリアした時、僕が何級かみんなに見極めてほしいね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.02%。 まあ個人的には2級か準1級ぐらいあると思うんだよね。そくらいぐらいブロスを避けるのは得意だよ。見てて。いや、時間10秒しかないのか。いや、隙がね全然隙なくない？ここちゃんとやろう。見極めていけばそんなに難しくないコースのはずだ。ブロスがなんぼのもんじゃ。はい、ダメー。開始ダッシュで行ってみる。開始ダッシュで行けるかどうか。あ、いけそういけそう。え、このまま開始ダッシュでし続ければゴールできそうな予感がしない？まず2体ずつダッシュしてかましていこうか。2、4からの6、そしてパパカパ。6体目まではいいんだよな。6体目からどうするか分かってないんだけど、6体目の前止まってみる。もうやめてってどうしよう、俺頼むってもうやめてよ。6体目踏めないか試してみるわ。2、4、そして6体目を踏んでみる。うわ、中いったいったいったの。コロトン勝ちやろうが。ただもう全て読めたね。2からの4からの6を踏んだら先に進める。そしてここからジャンプすれば SM ペッケーン。最後のハンマーだけ気をつけようか。そしたらもうゴールできるんじゃない。2、4、この6体目を踏んでいく。そして最後のハンマーさえ気をつければ。いや、ブロス検定1級超えてしまったね。これは S1 級ぐらいだよ。で、これね、結構カットしてると思うんだけど、めっちゃ難しいね。ただダッシュしてジャンプしていく風には見えてると思うんだけど、そのジャンプの場所もめちゃめちゃ繊細で、ちょっとずれちゃうとすぐ斧に当たっちゃうんだよね。だからこのブロス検定みんなもやってみて。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。